乾燥パスタは船乗りたちの保存食として、また小麦の不作に備える非常食として重宝されたのです。今も天日干しに近い環境を作り、小麦の甘みを引き出しています。パスタの原料は小麦と水だけですから、材料は選び抜きます。低温で時間をかけて乾燥させる昔ながらの製法を守ることで、香り高く味の良いパスタができるのです。誰でも手軽に美味しく食べられる乾燥パスタ、今では世界中で愛される食べ物になりました。19世紀、ナポリから多くの移民がアメリカへ渡りました。乾燥パスタは新大陸へ運ばれ、瞬く間に広まっていったのです。アナトリア高原から始まった小麦の物語。小麦は人の暮らしを支え、いくつもの文明を育みました。人が種をまき、太陽が育て、大地が実りを与える、その喜びは遠い昔も今も変わりません。